チャーリー・ハフ・チャールズ・オリバー・ハフは、アメリカ合衆国、ハーイ州ホノルル出身の元プロ野球選手。右投げ右打ち。1980年代メジャーリーグの代表的なナックルボーラーの一人。現役生活は25年に及び46歳まで登板し、通算216勝を挙げた。1966年のドラフト8巡目で、ドジャース入団。 当初は内野手として入団したが、マイナー時代にホイトウィルヘルムラの指導を受け、ナックルボールを投げ始める。1970年にメジャーに昇格。ドジャースのリリーフ投手に定着したのは1973年以降のことである。デビューから7年目となる1976年には12勝18、セーブ、防御率2.21と高騰したのが、 ドジャースでの最も成績の良いシーズンだった。翌1977年には自己最多の22セーブを上げながら12敗を喫し、その後1979年には先発に回ったが4点台後半まで防御率を落としてしまい、1980年のシーズン中にテキサスレンジャーズに移籍した。レンジャーズでは1982年から先発の一人として9年間ローテーションに、 なお四、ね、42歳になるまで9年連続の2桁勝利を記録するなど安定した投球を見せた。その後もフリーエージェントでホワイトソックス、マーリンズでそれぞれ2年間を過ごし、1994年に46歳で現役を引退。ホイト・ウィルヘルムやフィルニー・クロと同様、ナックルボーラーとして40代後半までメジャーリーグに在籍した投手の一人となった。 実動年数が25年と長かったこともあり、通算のボーク数や予試球数などはメジャーリーグでも歴代上位の記録となった。引退後は1998年から2年間はドジャースで、また2001年から2年間はメッツで投手コーチを務めた。ありがとうございます。